大学附属高等学校威風、本当威風堂々って感じだった。かっこよかったわ、堂々としてて。はい、喋り担当の方一歩前へお願いいたします。マイクをお持ちいたしますよ。あ、胸元にもキラキラついてんだね。塗ってんのね、はい、すごい。中のねチューブトップともこうつながるようで計算されてるわ。今回威風というテーマでしたが、どんな思いでこのテーマにしたんですか？威風っていうのは勢いがすごく勢いがあるという意味合いがあって、大人っぽい楽曲の大人っぽい振りの中にも勢いを感じられるように表現したいと思い、みんなで頑張って練習しました。本当大人っぽかった。何年生チームですか？全学年123と。123いるの？1年生もいるんだ。大人っぽいわね。そうですか。あの本当にこうかっこよかったけど、今回なんかポイントになったとこってありますか？ポイントになったところは、途中から最初からではなくて途中からみんな帽子をかぶる振り付けがあったと思うんですけども、そこが一番難しくて、全員で一生懸命落としたりしないように練習を重ねました。しかも被り方が絶妙で、ちょっとこう斜めみたいな。ジュリー知らないでしょ？沢田研二知らないよね。沢田研二張りのもあの先生とご両親とかそういう世代しか分かんないと思うんですけど、すごい絶妙な角度のある被り方で、あの辺もやっぱ研究したの？はい、ねえ、絶対そうだよね。表情もすごく豊かでした。一番大変だったポイントはやっぱその帽子のところ？帽子のところもですし、うん、大サビは全員で踊るので、うんうん、そこを揃えるのがやっぱり大変でした、ね、さあ、ありがとうございます。大変な揃えのところもビシッと決まってましたよ。第一赤大学附属高等学校、点数は表現力28点、技術力13点、独創性13点、合計54点。順位は変動はありませんでした。第一赤大学附属高等学校威風のみんな、どうもありがとうございました。